ジャスコ土崎港店時代土崎ショッピングセンターは、秋田県秋田市土崎港南にある、イオン東北が運営を行っている、ショッピングセンター。各店舗は、イオン土崎港店。秋田市土崎地区では、商店街が形成されていたものの、市中心部への買い物客の流出が問題となっていた。そうしたことから、1976年に、県、 市商工会議所が、コンサルタントに移植し、土崎地区の商業診断を実施したところ、土崎港中央一丁目、三丁目など一部を除く、商店街は、旧態依然とした、経営姿勢と、体質改善の遅れに加え、零細店が多いため、秋田駅や、広小路などにある店のとの格差が大きいと指摘された。また、 その状況を打開するため、土崎中心部に大型店の導入を提言したほか、大型店の誘致にあたっては、既存商店街に特段の配慮を講ずべきとも謳われた。これを受け、当地にあった東北成功が秋田市地内に移転したことに伴い、その後地に西大宇ジャスコが出店を表明。その後、事業主体が西大宇ジャスコからジャスコに変更。 当時は、土崎地区に当店を含め、鶴舞土崎店などが出店を表明しており、相次ぐ大型店の進出に、地元商業関係者や地域住民からの反対も、あったが、ジャスコ側が、店舗面積の削減を受け入れ、1979年12月15日に、秋田市土崎地区における初めての大型ショッピングセンターとして、土崎ショッピングセンターがオープンした。 当時の各店舗は、ジャスコ土崎港店であった。秋田県における、ジャスコ店舗としては、ジャスコ秋田店、ジャスコ横手店に次ぎ、3点目の出店となり、県内の旧ジャスコ店舗の売り上げでは、イオンモール、秋田内にある、イオンスタイル五所屋には及ばないものの、店舗面積における売り上げは、県下一番店である。1990年代には、 秋田交付近の移転や2000年代には秋田市街朝日川地区への移転話もあったが移転によって現在の売り上げを維持できるかがネックとなり計画はストップしているまた2000年6月には近隣にあった秋田組合総合病院が秋田市飯島に移転したことにより集客力の低下が懸念されたが地域密着型の営業展開により大幅な売り上げ低下は 免れている。2009年12月15日には、開店30周年を迎えた。当日は、漫画家、倉田義美が寄贈した、記念画の除幕式と、地元住民やイオン岡田拓也名誉会長相談役、佐竹隆久知事などが出席し、記念式典が行われた。東北地方の旧ジャスコ店舗では、サンロード青森の各店舗、イオン青森店に次いで、 古い店舗になった。初代店長は、福原秀則。その後、ジャスコ取締役東北事業本部長や、同社取締役開発本部長ホームワイド専務、取締役、マックスバリュー西日本代表取締役社長などを、歴任。三代目店長は、式中博その後、イオン鉱山の第一号ショッピングセンター、イオン。 橋はショッピングセンターの初代ゼネラルマネージャーや、イオンモール取締役イオン高岡、ショッピングセンターゼネラルマネージャー、下田タウン代表取締役社長などを歴任。四代目店長は、小木原久志示せ。その後、タルボットジャパンやコックスの代表取締役社長、イオンリテール常務取締役を経て、トップバリューコレクション代表取締役社長などを歴任。また、 なんとかしてよ、店長さんや、どう答えるの店長さんの著書で知られる、高橋進がいる。敷地内に設置されている新しい看板の中には、イオン土崎港ショッピングセンターと表記されているものもある。なんとかしてよ、店長さんの中では、投資説の1階エスカレーター下にあった噴水に関するエピソードが記載されている。ありがとうございます。